だか無性に花火と話したい気分。カサネ、久しぶりにお茶しない？いいわよ、ちょうど一息入れようと思っていたし。やった、じゃあムスビーズに行こうよ。ないの？ええ、そんなに驚くほどのことかしら。でも確かに想像できないかも、カサネがフルスイングしてるところは。そうだ、今度一緒にバッティングセンターに行こうよ。ひたすらにボールをバットで打ち返すだけの場所よね。花火はよく行くの？行くよ、思いっきりボールを打ち返すとすっごくすっきりするんだから。嫌なことがあった時とか、モヤモヤした時とか、とにかくモヤモヤした時とか。何かあったみたいね。よかったら話を聞くけど。本当？実はね。ユイト君のことでしょ。本当にあの子ってば、罪な男。そうなの、ユイトのことなんだけど。カゲロウ！花火ちゃん、大丈夫？ボールに思いの丈をぶつける前にお兄さんに話してくれてもいいのよ。もっとマシな登場の仕方はないの、カゲロウ？いやー、ちょっと悩んでいてね。神様、仏様、重ね様って救いを求めた瞬間、二人の姿が目に入ってさ。普通に声かけてよ。ああ、びっくりした。それで何を悩んでたの？聞いてくださいますか、花火先生、重ね先生。私はまだ聞くとは言っていないわよ。まあそう言わずにね。実はさ、つぐみちゃんにサプライズでプレゼントをあげたいんだ。つぐみにプレゼント？誕生日近かったっけ？いやいや、そういうわけじゃないんだけど、単に日々のお礼も兼ねてさ。あと最近疲れてるように見えたし、元気づけてやりたくて。つぐみのことになると本当に気が利くのね。何をおっしゃる。俺はいつだってみんなに気を利かせまくりの気配り上手さんよ。本題に入りましょう。つまりはつぐみに何をプレゼントすればいいのか悩んでいるということね。ご明察。最近の若い子のことが分かんないんだわ、これが。そこで花も恥じらうお年頃の二人にご指導ご鞭撻をいただければと思いまして。そうね、つぐみはあまり物を欲しがる子じゃないから、植物なら喜ぶと思うけど。植物、植物。お、思い出した。そういえばつぐみ、最近苔の研究を始めたみたいだよ。いい苔を見つけたら教えてって言ってた。苔？苔ってあの苔？さすが俺のつぐみちゃん、マニアックだぜ。つぐみはあなたのものではないわよ。あった、これなんかどうかしら。七色苔、虹のような色合いの苔。配置化軌道で目撃情報があるわ。どれどれ。おお、いいじゃん。これならつぐみちゃんが喜びそうだ。早速行ってみるわ。二人ともサンキューな。待って、カゲロウ、せっかくだし私たちも手伝うよね、カサネ。そうね、
配置化軌道には苔だけではなくて怪異もたくさんいるわ。一人で行くのは危険よ。俺なら一人でも大丈夫だって。でも断る理由もねえか。んじゃ一丁、みんなで苔狩りに行きますか。おーん。そういえばさ、ありがとな。二人ともつぐみちゃんと仲良くしてくれて。俺本当に心配してたんだよ。あの子無口だろ、誤解されやすくて。お礼を言われるようなことではないわ。でもつぐみが馴染めているのならよかった。私も普通にしてただけだし、お礼なんて。近くに物資反応があるみたいね。ねえ、あの怪異、依頼のターゲットじゃない？お前に任せるぞ。殲滅するわよ。かっこいい。やったわ。あそこに何かあるわ。
敗北は許さないぞ。討伐を依頼されてたターゲットっぽくね。共に切り抜けるぞ。力を貸してしね。もっと力を。ルールかぶっちゃう。続けていく。お前に任せるぞ。死一つ残すな。それにしてもカゲロウって本当につぐみのこと大切に思ってるんだね。そうだな。あの子のことはどうしても気になっちまう。それってやっぱり家族のことが関係あったりする？おっと花火ちゃん、確信にグイグイ来るね。確かにあの子のことを思い出すこともある。でもつぐみちゃんを娘の代わりだと思ってるわけじゃないんだ。そっか、今日その話ができてよかった。少しだけ気になってたから。つぐみちゃんのことが本当に大切なんだって、ちょっと気持ち悪いかな。そんなことないよ。つぐみのことを話してる時のかげろうって人間らしくてすごくいいなって思う。これまで人間だと思えていなかったみたいな言い方ね。わからなくもないけれど。ちょ、二人ともひどくない？あ、かさねちゃんちょっと笑ったろ今。し、あそこを見て。おいおい虫かよ、シカトかよ。の、あれって七色ゴケじゃない？すごい、結構簡単に見つかったね。見つかったのは七色ゴケだけではないみたいね。用意はできてる？もちろん。ちゃちゃっと敵をやっつけて七色ゴケを採取しようぜ。押し切るわよ。殲滅するわよ。ねえ、あの階に依頼のターゲットじゃない？決めるわ、ズミン。やったわ。回って見えるだろう。畳みかけるわ。やろう。うまく燃やせたわね。
本当にね。なんだいなんだいお二人さん、あんな敵楽勝だろう。七色ゴケが潰れちゃわないかってヒヤヒヤしたんだよ。カゲロウも意識して戦っていたことくらい分かっているわよ。お見通しってわけか。じゃ早速ちょっと拝借して帰りますか。それにしても苔か。長いこと生きてると大切な子に苔をプレゼントする日も来るものなんだな。この苔、近くで見るとすごく綺麗。キラキラしてる。つぐみ絶対喜ぶよ。そうだな、つぐみちゃんが喜んでくれることが一番だ。手伝ってくれてありがとう二人とも。今日のカゲロウはやけに素直ね。いやさ、つぐみちゃんもお前らもさ、いい仲間に恵まれたもんだよなって思って。花火ちゃんはさっき普通って言ってたけど、それってすごく貴重なことなんだわ。特に世界がどうにかなっちまいそうな今じゃ、一番見失いがちなもんだと俺は思う。だから腹の探り合いとか損得とか、そんなの関係なしに一緒にいられるのっていいことだ。渡月にいた頃の俺にはそういう相手はいなかった。二人とも大事にしてくれよな、今の仲間を。かげろう、覚えておくわ。いや忘れろ忘れろ、やっぱり柄じゃねえな、こんな神器臭い説教。いいえ、何と言われようと忘れない。私が私らしく普通にしていられる仲間を失わないように。もちろんあなたもその中の一人よ、カゲロ。いやいやいや、俺はそんなに大事にしてくれなくても平気。なんて言ったって大人だから、超大人だからね。ダメだよ、大事にされなくていいなんて冗談でも言っちゃダメ。カゲロウに何かあったら私たちも、つぐみだって悲しむんだからね。くー、いい子だな花火ちゃんは。
ゆいともこういう子に好かれて幸せもんだよな。なんでゆいとの話？私は何も話してないわよ。いや、バレバレでしょ。まさか花火ちゃん、秘密にでもしてたつもりなわけ？私、そんななの？さ、そろそろ帰ろうか。早くつぐみちゃんにこれ渡したいし。そうね、つぐみの反応が楽しみね。ね、あ、びっくりした。珍しいね、カサネの方から声をかけてくれるなんて。どうしたの？別にどうもしないわ。花火と話をしたくなっただけ。なんだか両思いって感じだね。あ、変な意味じゃないよ。私ね、ちょっと後悔してるんだ。重ねともっと早く仲良くなれてたらなって。チャンスはあったからさ。私も訓練生時代からもっと花火と話せばよかったわ。でもいいんじゃない、今は仲良くなれたんだもの。なあ、カサネはこの先どう生きていきたい？立ち話でするには随分込み入った内容ね。お、じゃあ今度二人でじっくり徹底討論しちゃう？なんてね。おっさんとそんな話。いいわよ、話しましょう。あなたがそれを真剣に考えていることは知っているから。カサネちゃんって本当。うん、ありがとう。やっぱこういう話はお前としかできないわ。カサネちゃんよ、恋人ができたら俺に紹介しろよ。もし軽薄な男だったら根性叩き直してやるからな。私にそんな相手ができるとは思えないけれど、心配してくれているのよね。気持ちはありがたいわ。